はい、竹人です。今日は iPhone SE をテレワークで使うためのグッズとコツご紹介しようと思います。はい、竹人です。ということで今日はですね、先週発売になりましたこちら iPhone SE の第2世代、こちらを使ってですね、テレワークをするときのグッズとコツご紹介していこうと思います。で、いろんな会社さんが今ね、テレワークということでテレビ会議なんかを使ってらっしゃいますんで、いろんなグッズとかがね、結構売り切れになってると思うんですよ。まあヘッドセットだったり、いろいろあると思うんですけど。で、まあもちろんね、ウェブカメラなんかも結構今売り切れになっていて、まあノートパソコンだったらついてるようなものも多いと思うんですけれども、ノートパソコンを使ってね、お家で作業をしながらテレビ会議とかっていうのを参加したりするときにですね、効率を上げるためのグッズとして iPhone SE もなかなかいけるんじゃないかなと私思っておりまして。で、今日はそんなね、グッズとコツの方をご紹介していきますので、私のお話面白いなと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。で、この iPhone SE の第2世代なんですけども、まあなかなかコスパの高い iPhone ということが言えると思います。で、最新のね、iPhone 11とかと乗ってるのと同じチップが乗っているというところで、でお金をかけずにね、新しめの iPhone が欲しいよっていう人にとってはなかなかいい機種なんだろうなと思います。それではですね、この iPhone SE に私がぴったりの、まあいろいろね、持ってるものも含めて、テレワークをするために必要なグッズの方をですね、画角を変えてご説明していこうと思います。Tラボチャンネル。はい、ということで iPhone SE 2こちらになります。まだ私の開封レビュー見ていないという方はこの辺に多分カード出てると思いますので、ぜひとも押してですね、私のレビュー動画見ていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。もうすでにね、ガラスフィルムが貼ってあります。今までの iPhone 7、8とこの SE 第2世代、ちょっとここのね、表面の曲面の R が違うんだろうね、浮いちゃっているので、残念ながら今貼ってるガラスフィルムが。なのでこれはおすすめとしては紹介しないでこのまま進めていこうと思います。で、やっぱスマホ買ったらね、結構ケースつける人いっぱいいると思います。で、私もまあまあケースつけたりするんですけど、今回はですね、そのテレワークとかテレビ電話とかっていうのを長く使う上で必須というようなものをとりあえず買ってみました。こちらでございます。何？ YouTube はこうやってやってるから、たまにお会いした方なんかとね、まあいろいろYouTube のお話なんかさせていただくことあるんですけど、最近のスマホよくできてるんでね、これで動画撮ればそれなりに見れる映像撮れるんですよね。なんだけどすぐ止まっちゃうんで撮れないんですよねって話をよく聞きます。で、なんで止まっちゃうのかっていうと、これね、放熱の問題なんですよね、大概の場合が。で、よく止まっちゃうんですっておっしゃる方ほど、こういう、これはまあちょっとアップル純正のものなんだけど、透明のやつ、今手元にパッとあったのはこれなんで、こういうフルカバーのやつね、これは iPhone 11 Pro Max 用だからちょっとでかいけど、これフルカバー系のやつとかですね、あと多いのが、もう結構手帳型のやつを使ってたりとか、すると止まっちゃいますよくね。なので、長時間録画したりとか、カメラを使う場合はですね、基本的にケースをつけない、もしくはこういうものをつけることをお勧めいたします。はい、これ、わかりますかね？バンパーケースと言われるものですね。はい。で、この手のやつもちゃんと選ばないと電波が届かなかったりとかっていうのがあったりするんだけど、何が言いたいかっていうと、この裏面の部分、空気にさらすというか、カバーしないようなものにしないと、長時間テレビ会議とかをしようとすると止まってしまいますので、こういうお家の中で使う限りはバンパーケースと言われるものをお勧めいたします。はい。僕、向き間違えたかな。逆だった。こうだ。なんかスイッチが一応合わないなと。はい。はい。なので、お家で使ってる以上は、まあ、この程度でいいのかなと思いますんで、お家に帰ってきてね、iPhone、iPhone SE で、テレビ会議を長時間するというときは、外に持っていくケースよりも、一旦、こういうバンパーケースに付け替えるというのをお勧めします。これだったら家の中で落としても多少大丈夫ですから。はい。じゃあ、これを使ってどういうふうにやるんだっていうところをお見せしていこうと思いますが、まず、こういうものが世の中売ってたりするんですよ。スマホを挟むやつ。これはね、結構お持ちの方いると思いますんで、こういうものを使ってですね、ここにこうくっつけるわけですよね。はい。こんな感じで。で、このままこういったものって立てることもできるんで、このままね、使うこともできると思います。ただコツとしてあんまこれ良くないんですよ。後でお見せしようかと思うんですけど。なんで、こうやって置いとくのは良くないのかっていうのをご説明しましょう。で、カメラだとこういう感じで撮れるじゃないですか。こういう感じね。今は照明バンバンに焚いてるんでこういう感じですけど。これが、まあ言ってみれば、この皆さんに見えてるこれがね、実際テレビ画面でみんなでテレビ会議室に映る絵になるわけですよ。で、こうなった時に、まあビデオにした方がいいかな。ちょっとサイズ変わるからな。こういう感じになるかな。はい。で、これをですね、このままこういうとこ置くと、下からこうやって見上げる感じになるんですよ。で、これってどういう状況かっていうと、見てる人、テレビ画
面の向こうから人から見ると上から見下ろされてる感じになるので、どっちかっていうとね、こうなんつったんだろう、威圧的、あのまあ明確に受けてるわけではないんだけど、そういうあの相手に圧迫しているような状態だという感じになります。なのでまあ同じあの仕事仲間とかってやるときは基本的に目線同じぐらいが多分ベストだと思います。自分の顔と同じぐらいの位置っていうのがいい。で目上の人とやる場合はどっちかっていうと自分がちょっとこう下に下がり気味の方がいいのかなとかって私は思ったりするんですよね。まあこれ皆さん考え方あると思うんですけど、やっぱりこういうただのスマホを挟むようなグッズを使って下からっていうのは見下してる感じがしちゃうんで、あんまり僕は良くないなと思います。なのでこういう三脚をね使うといいと思います。これはめちゃくちゃ高いんで、こんな三脚を買う必要はないんだけど、例えばこれですね。これなんかだと1000円2000円で買えますんで、はい。こういう三脚を使うといいと思います。これにこうやってくっつける感じですね。これをつけるだけでもだいぶ違ってきますんで、こういうのをつけてちょっと位置を高くするだけでも全然変わってきます。どうですかね、だいぶ位置変わったと思いません？ちょっと高い位置に来てるのでそんなに偉そうな感じに受けないんですよね。なのでこう三脚でちょっと高さを上げるっていうのは一つ作戦だと思います。でもうちょっとお金を使ってもいいよって人はこれは1000円とか2000円で買えるんですけど、もうちょっと高いやつですね。これまだ売ってると思うんだよな、マンフロットのテーブル三脚ってやつなんですけど、こういうもうちょっと高さのあるやつを買うとですね、もう少し高さをつけて iPhone を置くことができますんで、そうするとまたあのイメージ変わってくると思いますね。ちょっとね、微妙になるかもしれないけど。はい。そうするとどうでしょう？こう、ちょっと曲がってるけど、よいしょ。自分の目線の高さとカメラの位置が同じぐらいに来ることによって、こんな感じに映りますんで、これぐらいの高さを出して使ってあげると、テレビ会議をやってる相手に対して、違和感なく、お届けすることができるので、ちょっと高さを上げてあげるっていうのは、一つ重要なポイントですね。はい。Tラボチャンネル。カメラでちゃんと撮れる関係でいうと、こういうものも必要ですね。こういうものあるといいと思います。はい。これはね、結構高いんで、2万円近くしますけど、これなんかは僕セールで1000円とか2000円で買っているような LED。まあこれ結構いいメーカーのやつですけど、こういうちょっとした LED の照明があるだけでも全然違うと思いますので、こういうものをお勧めします。で、これをどういうふうに使うのかっていうと、こういった三脚にこれくっつけるわけですよね、これも。で、これも三脚でこう立てて、こういう感じでね、三脚で立てるわけですよ。で、さっきの iPhone を、まあ、これの高さでいいんですけど、こうする。で、この手のやつってやり始めると、キリはないんだけど、まあ、打ち合わせするときにね、相手が、まあ、会社の人だったらいいんだけど、お客さんとかだった場合に、いい印象、こういうものを使った方が与えられると思うので、僕はお勧めします。はい、ということで、こんな感じでございます。今、照明焚いてるんで、一旦照明オフにしてみます。はい、照明オフにすると、こんな感じになります。はい。これ、今、私の家の蛍光灯だけなんですよ。まあ、ちょっと上にカメラとかついてるんで、ちょっと影になってますけど、iPhone だとこれぐらいで蛍光灯で撮ることできるんですよね。あくまでお家の家の明るさでございます。はい。ただ、今、左上、こっちかな。この辺出てますよね。ワイプで抜いている。はい。普段の私が撮ってるカメラだと、暗くなっちゃってるのわかりますかね。はい。こんな感じになります。なので iPhone は性能がいいので、本当に明るく撮れるんですよ。こういう感じで。なんですけど、やっぱこの辺影になったりとかしてますよね。ちょっと、こことか。なんで、こういう時に、さっきの、こういうライト、これを使うと、いい感じになりますんで。当てすぎはダメですね。全力で当てちゃうと、お化けみたいになっちゃうんで、下からとかなると怖いでしょ。なっちゃうんで、弱めにしておいて、ちょっと遠目から当てるみたいなことすると、まあ、こっちかな、このパターンだとな。ちょっと今、障害物があって邪魔なんだけど。自分の影をなくすような感じで、こういう安い照明を1個焚いてあげるだけでも、だいぶ違ってきますんで、こういう感じかな。で、弱めにしてあげると、ほら、ここちょっと影なくなるでしょ。本当はもうちょっと高い位置から攻撃するのがいいんだけど、なかなかね、いい位置ないと思うんで。まあだからこういう感じで、ちょっと焚いてあげるだけでも、だいぶ印象変わりますよね。で、強く焚いちゃったこるとこうなっちゃいますんで、こういかにも照明焚いてますみたいになっちゃうじゃないですか。なんで、まあちょっと、弱めに補助的に入れてあげて影なくすような感じで入れてあげるだけでも相手の印象全然違いますんで、わかるかな、これオフ、ほらこう暗くなるでしょ、一線ここはね。そうするとなんか暗い感じの人かなって思われちゃうんで、多少でもこうやって入れてあげること で表情が綺麗に映るじゃないですか、顔の感じが。入れすぎ厳禁ですけどね。はい、こんな感じにしてあげるとよりテレビ会議とかね、お客様とやるときなんかはこういうの使った方がより相手に印象いいと思うんで、
おすすめいたします。はい、ティーラボチャンネル。じゃあ最後にそれ以外の小物をいろいろお話ししていこうと思いますけれども、例えばなんだけどヘッドホンをね多分使うと思うんですよみんな。で iPhone って買うといいヘッドホンついてんだよね元から。これです。はい、これはもうみんなご存知ですよね。 iPhone、まあ、SE 買ったら必ずついていると言っても過言ではない。まあ必ずついてんだけどさ、こうねライトニング端子付きのイヤホンなんですけど、これマイクが実はここについてるんですよ。でこれ性能良くてちゃんと音入ってテレビ会議とかで使えるんですよね。これなんで無理になんかヘッドホンとかイヤホン買わずとも、ただ欠点があって、これでやろうとすると、まあここ挿しますよね、もう端子開いてないから充電できないんですよ。でこれは Qi っていう規格、無接点充電できますので、 Qi っていう規格の充電パッドに乗っければ、これね今ないけどここには充電パッドに乗っければ充電しながらテレビ会議できるんですけど、ただ充電の速度が遅いのと端末が熱くなるので止まりやすくなっちゃうっていう欠点があります。あと角度の調整もできないしね、 Qi の充電スタンドに乗っけて終わりっていう状態なんで、まあこう乗っけちゃう場合だとね、あの端子が邪魔になっちゃったりするのでなかなか難しいと思うんですけど、でそんな時に素晴らしいグッズがありますのでご紹介しておこうと思います。あ、ちなみにこうねこれじゃなくてついでだっつって AirPods Pro 買っちゃうっていうのも一つありではあるんですよ。こういうねワイヤレスのこの手のやつを買っちゃうっていうのも普通ありなんだけど、結構いい値段しますんで、これ。まあそこまでお金使いたくないんだったら、SE でテレビ代用だって思ってんだったら、これ使っちゃうっていうのも一つあります。まあお金に余裕がある方は、これね、ケースつけてますけど、AirPods Pro なんか、もう Apple Store のウェブ上では在庫ありになってますんで、まあちょうどいい買い時かもしれないですね。これなんかマイクも一緒になってますんで、このままテレビ代に参加することができます。で、話を戻しますと、こういうものがあるんですよね、世の中。これはベルキンさんのものなんですけど、これね、今ね、どうなんだろう、在庫切れになってるのかもしれないな。みんな使いたい人が多くて。ここにね、どっちがいい、どっちがダメって書いてあるんだけど、要はライトニング端子を増やすことができるアイテムなんですよ。なかなか便利でしょ。ただ、できないことがあって、充電、充電と音楽聞く、音楽聞くはダメって書いてあります。なので、これで何ができるかっていうと、ライトニング端子1個しかないんだけど、これを挿すことによって、2つに拡張できるんですよね。こんな感じでね。ライトニングが2つついてるんですよね。はい。なので、ここにですね、ヘッドホンを挿して、はい。普通のいわゆるライトニングで、これで充電をすることができるということなんですよね。こうやって。で、ライトニングなんで、ここそれなりに早い、ね、充電器使えば、それなりにちゃんとこれ充電できますんで、途中でできなくなっちゃう。テレビ会議が終わっちゃうってことはありません。放熱もバッチリです。という感じになります。背の高い方の三脚にくっつけると、これでこういう感じに、これテレビ会議しながら充電しつつ、ね、ヘッドホン、イヤホンか。イヤホンで聞きながら、補助的にこのカメラの下側から照明入れればね、それなりに綺麗に見えますんで、これでちゃんとしたお客様、まあ相手がね、客先、会社の人ではなくて、客先とテレビ会議するときなんかも、iPhone SE 1台あればですね、それなりにちゃんとテレビ会議することができます、ね。やっぱ iPhone のいいカメラ、それなりに性能がいいのでね、なので、これテレビ会議だけではなくてですね、お友達と、まあ一日喋りながらなんかしたり、勉強したりとか、なんかゲームしたり、恋人なんかしたりってあると思うんですけど、その時にもこういうものを使うとですね、相手に対して印象、いい印象を与えることができますので、まあ友達とかだったらね、暗くて、うわ、なんだよ、ひどいなとかっていうのも面白いかもしれないけど。Tラボチャンネル。はい、ということで今日はですね、iPhone SE を使ってテレビ会議をするグッズとちょっとしたコツお話しさせていただきました。で、やっぱり一番肝なのはね、これかなとは思います。これがあることによって、さっきのね、ライトニングヘッドホン、イヤホンか。イヤホン使いながら充電ができますので、これ1個あるとすげえ便利だなっていう感じですね。で、私が持ってるのはこれベルキンさんのやつなので、まあ結構いいお値段すると思うんですけど、ただね、この手のグッズもしかするともう在庫がほとんどないかもしれないです。同じこと考えてる人多いと思うんで。もし見つけたら買ってみてください。ただ、ベルキンさんのはちゃんとアップルの公認もらってるようなものなので、安心なんですけど、こう電流流すものなのでね、あんまり安い粗悪なものを使うと iPhone 壊してしまう可能性ありますので、まあ一応ちゃんと Amazon で買うんであれば評価見てもらうとかね、ちゃんとしたメーカー、ベルキンさんとか、そういうアップルからちゃんと承認もらってるようなものを使うと間違いないと思います。そしてこれはほとんどの人最近使ってない気がするんだけど、今回のテレビ会議で使うにはこれいいと思いますんで、ただですしね、iPhone 買ったら漏れなくついているので、買うのに探さなくてもいいので、まあこれ使うっていうのが一番ベストかなとは思ってます。はい。で、まあお金に余力があったり、もうちょっと綺麗にしたいっていうんであれば、お客様とね、いい印象を与えたいみたいな、どっちかというと営業さんとかセールスのお話をしなきゃいけないっていうような方は、こういうね、照明でさっき言ったように、
明るくして印象良くしたりとか、多少カメラを上げてお客様よりも下の目線になったり、お客様を見下すようなスタイルのテレビ会議にしてしまうと、やっぱりちょっと威圧的ですしね、あんまりお客様にいい印象を持たれないので、どっちかっていうとこういう三脚を使って、これもっと伸びるんですよ実は、そんな高くなるんで、まあ、これちょっとまあ売ってるかどうかわかんないし、結構いい値段はするんだけど、こういったものを使って自分が相手よりも低い目線になってあげることで、印象をね、よく、あんまりなんか威圧的じゃなくテレビ会議することができると思いますので、せめて同じ目線になれるぐらいまでね、 iPhone でやる場合には三脚で位置をちょっと上げてあげるとかしてあげた方がいいと思います。で、 iPhone のインカメラ、何回も言いますけど、とても画質も良くて明るいレンズがついていますので、今ね見ていただいた通り、それなりにテレビ会議でちゃんと映ることができると思いますので、ぜひともね、iPhone SE を使ってテレビ会議をする専用機だっていうことで一時的に買うっていうのも私はありだと思っているので、お安いですから。はい。そんな感じで今日はですね、iPhone SE を使ってテレビ会議をするときのグッズとコツの方をご紹介させていただきました。今日の動画良かったなと思ったら高評価、これからの私の動画見たいなと思ったら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。